咲く、頑張れ。あ完成だ。おいしそうな果実だな。舞い上がれ。
動かないでください。どうやら足首をひねったようですね。
식구. 我が名はカーラン。生まれた垣ロマン帝国貴族である。僕はキルゴールといって開業医をやっているものです。それであなたたちは一体。俺が案内するぜ。
魚が集まっているみたいだ。ハンガそこにツタがありますね。アドルクリスティ、先ほどの手袋を使えば登れるかもしれません。大した手袋だぜ。これで行ける場所も増えそうだな。任せろ。
僕の番だな。お宝か。何かありますか。よかった戻ってきてくれたか。一体何があったのです。ああ、それがな、落ち着いて聞いてほしいんだが、どうやらこの漂流村が獣の群れに取り囲まれたみてえだ。獣の群れ。パロが言ってた通りってことか。最近どうも獣たちが殺気立っていると思っちゃいたが、とにかく詳しいことはバルバロスの旦那と話すとしようぜ。
Thank you.
お疲れ様でした。絶対にここを死守するぞ。ロズウェルの名にかけて。おうよ、悪いがここはわしらの根城だ。やれやれ、おいでなすったか。
少年馬だな。
釣れそうだ。
一息つけそうだな。アドルクリスティ、奥に何かいるようです。ような気配がするとは思いましたが、来るみたいだぜ。
どうやら島の西岸に出たようですね。確か人がいるって話だったよな。アドル、探してみようや。ジョータ、アドルだ。お前たちは？ロンバルディアの乗客の方ですね。キルゴールさんにあなたのことを聞いて迎えに来ました。無人島、なるほど。ガテンが言ったわ。私のことを知らせてくれたキルゴール殿には感謝しなくては。それにしても赤毛のあなた、腰に履いた剣は広いものなの？随分と古びている上、刃こぼれがひどく錆も浮いている。腕は確かなようだけど、その生蔵ではろくに力を発揮できないはず。そのレイピアはいい品だけど、きちんと刃が入っていないようね。くすんだ剣身から察するに、しまいっぱなしの練習用でも持ち出したのかしら。一瞬見ただけで。あなたの武器はまるででたらめね。そんなものを振り回し続けたら、そのうち体を痛めることになるわ。
参ったな。確かに腰にくるんだよな。よくもまあそのような獲物であの森を抜けてきたわね。私の名はカトリーヌ。代々鍛冶屋を営む家に生まれた。鍛冶の腕には少々覚えがあるわ。それじゃあね。任せなさい。さあ、できたわ。もういいの？